ジェレミー・ダイソンは、英国の脚本家、コメディアン、俳優、ミュージシャン。マーク・ゲーティス、スティーブ・ペン・ワートン、リース・シェア・スミスらと、シットコム、スケッチ番組、リーグ・オブ・ジェントルマン基人同盟を制作した。また、ウェスト・エンドの人気作品、ゴースト・ストーリーズを共同脚本、制作している。ダイソンは、イングランド北東部のヨークシャーリーズで、 エレイン・サビルとメルビン・ダイソンの息子として生まれた。兄のアンドリュー・ダイソン、妹のジェイン・ダイソンがいる。リーズ大学で哲学を学んだ後、ノーザン・スクール・オブ・フィルムテレビジョンで脚本の修士号を取得した。以前は、ロンドン・ハイベリーに住んでいたが、現在は、出身地リーズにほど近い、ウェスト・ヨークシャーのイルキリー在住である。2002年には、ニコラ・クラークと結婚している。 ダイソンは,はマーク・ゲーティス、スティーブ・ペン・バートン、リース、シェア・スミスとリーグ・オブ・ジェントルマンキジン同盟を共同制作している。彼らはブレットン・ホール・カレッジで学んでいる際に出会ってグループを結成した。ザ・リーグ・オブ・ジェントルメンは1995年に舞台活動を始め、1997年には BBC ラジオを読んでラジオ作品をオン。 ザ・タウン・ウィズ・ザ・リーグ・オブ・ジェントルメンを放送している。1999年には、テレビ番組、リーグ・オブ・ジェントルマン基人同盟の放送が開始され、英国アカデミー賞テレビ部門、ロイヤル・テレビジョン・ソサイティ・アワード、モントルー、金のバラ賞などを受賞している。ダイソン自身は自分に演技の才能がないとしており、リーグ・オブ・ジェントルマンシリーズでは、カメオ出演しか行わない。 代わりに、シリーズの制作者補として働いている。2005年に公開された、映画版ザ・リーグ・オブ・ジェントルマンズ・アポカリプスでは、本人が何回か、亀を出演した一方で、ダイソンの役は、マイケル・シーンが演じた。ダイソンはまた、文筆家としても活動している。ノンフィクションのホラー映画ガイドである、ブライト・ダークネス、ロスト・アート・オブ・ザ・スーパーナチュラル・ホラー・フィルム、 短編集のネバートラスト、A ラビットとザ・クレーンズ・ザット・ビルド・ザ・クレーンズなどを執筆している。前者の短編集はマクミラン・シルバーペンアワードの一次選考を通過した。ほか、後者の短編集は2010年のエッジヒルアワードを獲得している。2006年4月6日には小説ホワット・ハプンズ・ナウが発行され、ゴス・ファースト・ノベル・アワードにノミネートされた。ダイソンは サイモン・アシュダウンと共に BBC3 で放送されバフタのノミネートを受けたテレビシリーズカンランドを制作している。また2008年には BBC のシリーズフェアリー・テイルズのエピソードビリー・ゴーツ・グリフを執筆している。BBC1 で放送されバフタ賞を受賞したアームストロングミラー賞では脚本編集者と作家を務めた。この番組では フランダーススワンのパロディである、ブラビンスファイフェ、偶然が重なりがちな歴史学者、デニス・リンカン・パーク、常に、不満そうなランジェリー販売員のリサイボンヌ、奴らを殺せスケッチなどを創作している。また、2010年に BBC2 で放送された、シットコム・グランマーズ・ハウス、BBC3 の、デッドボス、スカイ・アトランティックのウォーキングトーキングでも、 脚本編集者を務めている。ダイソンは英国の作家ロバート・エイクマンのスーパーナチュラルフィクションに興味を持っており、複数のメディアでエイクマンの作品を本案している。執筆活動を行うから、ダイソンはポップバンドルドルフ・ロッカーでキーボードを担当しており、以前はリーズのバンドフラワーズ・フォー・アガサのメンバーだった。パニック障害や不安症に対する支援を呼びかける。 チャリティグループノーパニックの協力者でもある。2010年にはアンディナイマンと共同で超自然的テーマの舞台作品ゴーストストーリーズを脚本、監督した。この作品は2010年2月から4月にかけて初演され会場となったリバプールプレイハウスとリリックハマースミスの観客動員数を塗り替えた。また作品はウェストエンドに場所を移し、 デューク・オブ・ヨークス・シアターで2010年6月から13ヶ月にわたって公演された。同年11月の公演からは、同じザ・リーグ・オブ・ジェントル・メンのリース・シェア・スミスもこの舞台に参加している。その後ナイマンと共同監督、脚本で映画化し、ゴースト・ストーリーズ、英国幽霊祈団として2018年に公開した。 2011年1月には再びリリック・ハマースミスに戻り、ロワルドダール、エス・ツイステッド・テイルズを上演した。この作品は、ロワルドダールの短編集、予期せぬ出来事を初めて舞台用に本案したものである。BBC2 で、ジェームズ・コーデン、マシュー・ベエントン、トム・バスデンが制作した、コメディ・スリラー・ザ・ロングマンズでも、脚本編集者を務めた。この番組は、 平凡な会社員たちが知らず知らずのうちに恐ろしい、犯罪の陰謀に巻き込まれてしまうというもので、第1シリーズは2013年に放送されている。ありがとうございます。